19章11節。神はアブラムを通して目覚ましい奇跡を行われた。
詰めるっていうんですかね、監視するんですからな。でパウロさんにできるなら我々にもできると、何が悪いことないよいろいろ考えて、もしかしたら我々は儲かるかもしれないっていうのね、でやってみようじゃないかと相談しましてですね、パウロの言うイエスの名で悪霊は出てけ出てけ、ね、でその結果ですね、取り付いてた霊はね、出て行った意味があんまり書いてないんですけどね、それ出て行ったらしいんですけどね、出て行ったはいいけどもですね、どこへ行くか取り付くか、ね、そうすると、この悪霊はですね、考えてですね、よしと、この追い出した人ですね、飛びついてやろう、ね、ハウルのことは知ってる、イエス様のこと知ってる、だけどお前はね、なんか信仰あるわ、ね、イエスの名前に追い出してるって言ったって言うんですね、イエス様はあまり信じてないような人がいる、イナーリの最初の息子やね、なんかもう一つ信仰がない、もう一つその、まあ、いわゆる伝統に離れ始めているキリスト教の信者ではないというふうに見抜いてしまってね、それでそのお弟子さんでパウロのお弟子さんになって、スケーブか、その子供のスケーブ、最主張スケーブの息子、その人たちはおそらくクリスチャンではない、大体その地域から言っておりね、身分から言っておりますね、ペリスちょっとイエス様は信じてない、もしイエス様は信じてないんだよ、なんで悪霊が出るかね、普通だと、ところがイエス様の身なりによって出てけって言うたらね、出ていくんですよ、出ることは出るんですよ、そのぐらいこの神様のイエス様の名前には力があったというわけですね。さて、なんだ、病人がどんどんなんて手ぬぐいや前掛けを持っていてですね、パウロの身につけていた手ぬぐい、ね、前掛けや、それを持っていても、その人が悪霊に疲れて病気になっても、病気のお人がいるんですね、その人が置いたわけですね。それで、その上に、イエス様の名前が出てけ、もう悪霊の病気の中、全部ならへんというような感じで言ったら、なっちゃうっていうね、そういうことがどんどん起こってるわけや、ね、イエス様の名前はすごい名前やっていう、ね、それでね、俺はね、何がなんだかわからんけど、イエス様の名前によって、命じたり、イエス様の名前によって何か進むと、そうするとですね、不思議な奇跡をどんどん送ってる、ね、まあ俺たちも真似してみようか、ね、それやったらね、何か治ったような感じがする。いや、僕もぼーっと呼んでて、これ治った
いうふうに書いてあるかしっかり読んでみたら、そんなふうには書いてないように思うんだけどね、うん、それでね、むしろこの出てきたアンプレなんですね、行くとこないからね、追い出した人に、ね、ついてやろう、そしたらなんか裸になって、それで気をつけろよ、その家から飛んで出てるって言われた、まあ、逃げ出したね、なんでこそが起こったのか、悪霊の逆襲やなことが起こったというね、神様すごいね、イエス様の皆によって起きた、こういうことは今でも同じように起きるんですよ、昔2000年前に起きたからね、いわゆる国だった、今日本で起き2000年後の話のですね、みんな自然科学の発達した時代にですね、こんなんだよ、アホみたいな、そんなこと起きるけ、ね、アプリなんかおるで、ね、まあ、多くの人が考えるというわけですけどね、この通り起きるんですよ、起きる、多くの病気、病ですね、みんな悪霊のせいです、いや、備えるときから備えたらね、もうあれ、あの人はちょっとおかしいっていう人がいるんですけどね、お医者さんに何か言うたらね、笑ってますけどね、この人で言うとおしゃれから面倒もらってね、あなたはちょっと嫌なことしてますかっていうね、そんな話はするにもせんと全然あってたんない、それでどっかあの病院に行きましょうってね、あの精神病院に行きましょうって言われてしまう、それで、まあ、薬でも出しましょうかという話ね、法殿の営業来たかね、その病院がな、名前言うたら刺さるからね、よく、あの患者さんが言っておいてや、ね、それでその営業のところに走って、電柱に法殿イエス教会の看板がかけときましたけどね、いつの間にか取られてました、ね、うん、あ、いやいやいや、なんとか治りたいと思うんですけど、それでちょっとでもね、その症状が軽くなればね、なんか聞いたのかな、そういう頼るになるんですけどね、まだ治らんな、いや、まあ、そういうなんか霊がおるんだよなと思いませんかね、うん、いや、それでね、イエス様の皆によって祈るんですよ、うん、いや、要するに一生懸命祈らなきゃダメですよ、いっぺんに治る場合もあるんですよ、場合によっては続けるということも必要だな、いや、精神的なものだけじゃないですよ、病気というものはね、もう精神的な病気、まあ、まかないやすく言えば気の持ちよというのはね、気の持ちよね、
そういう考えが強いですね。だけど、いたやね、昨日も字を言われたってね。いたやねんか、しゃねんねんとね、思うもんね。昨日も字を言われたってね、暑いのをね、冷たく思えって言われたってね、いたやねんか、なんともないと思えって言われたって、ね、なんも思えないわけや。ね、昨日も字を言われた。そうでしょ。気の持ちようじゃないんですよ。霊の持ちようなんです。金というのはね、心という、心の持ち方一つだという、ね、考えは大体です。そういうふうに、現代人は理解しますけどね。金というのはね、霊も含んでるんです。心だけじゃなくて、霊も含んでる。本来は、そういう、空気ね、代表される言葉だな。なんかこう知らんけども、その、なんかこのようなものが、なんかうろちょろしてる。またその不思議な、そういうなんか、理解できるような、できないようなものがあるね。いやいや。私も霊的な能力があるわけじゃないですよ、そんなにね。だけどね、雰囲気というのは人間には誰もあるな。そのなんだ、綺麗な人ね、反対の綺麗な人でね、あるいは男でもですね、うん、最近の男前じゃなくてイケメンか、ね、なんかそういう言葉が流行ってなってる、変わってるんですけどね。でそういうその姿形が美しいとかいうのは、その姿形が美しくないかというよりも、持ってる雰囲気というのはものすごくあるような思いでますね。パッと感じる雰囲気ね、なんとなくこう感じがいいという雰囲気ね。逆にこうなんとなく感じが悪いという、それはもうその姿形もありますよ。でもそんなものを超えてね、なんかあるように思いますね。そういうものも全部含んでるんだろうな。で気持ちの持ちようと言って、まあ、気の持ちようと言ったらそんなに簡単にね、痛いのがね、痛くないようにしましょうと言って、思いましょうと言って、痛い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 寝られへんときにね、気の持ちようで寝られないわけだな。今日は気の話だけじゃねえなと思うけどね。そういう私たちの人の、なんかそういうわからない大きなこう力というものを、ね、一人の人間、あるいはその一つの、時代とかね、一つの地域とかね、雰囲気というのは、その会社でもあるな、お店でもあるわ、ね、ここの感じまで店やなというのもあるね。そういうのを感じる人と感じみんな皆さん感じない？ある程度感じるんじゃ、なんかこう買い物ここでしたくないっていうかな、そういう感じがする。そうするならもう入る気がせんって、そういうところもあげると思うんでね。いや、これはこの店はね、なんかこうね、感じがないからどんどん入ろうというね、そういう思いも持てる。それ何なんだろう、何がシェアしてるのかなと、それを考えてみるとね、それはもうその霊的なもんだな。
そういうのがね、なんというかな、この科学ではね、説明できないな。いや、なんとか説明しようと努力するんですけどね、まだそれを解決しないというか、科学ではわからんというね、もんがありますね。なんだか知らないけど、その人の心がけというのはね、もちろんそれはあると思いますよ。せやけど、そんなことを覚えてね、なんかあるような思いますね。ね、人間感じのええ、その感じのええ人おってね。いや、これだ、亡くなられたな。それはちょっと言うても言うてもええと思うけどね、この関係者がおってないから、ね、言いますけど、いや、おってか、え、いや、悪いこと言うわけじゃないね、いいこと言うんだからね。あの、これ亡くなられた、なんだっけ、エミさんが、ね、あの、女の姉妹ね、あの人、感じの人だったな。ところが、ね、死んでおった。なんで亡くなったのかな、わからん。いや、感じの人、いいそうで、まだやって早死ぬな。感じの悪い人が、なんか、あったよ、そんな強いのにか。あんまりこの人ね、あんまりこのね、肉まで寄り幅があるという言うことはありますけどね。誰がそうやとは言うのね。言ったらさすがはね、なんだね、おかしな人がありますね。残念だなというね、人にたたいて考えた方がいいな。なんであんなか、ね、いい人がね、早く死んでしまうんだろうと、ね、って感じの俺ね、もっと早とか死なばいいんじゃないかと思う、ね、結構ひっくむいつまでも生きてるんじゃというね、そういうふうなところのもの、元のものにはありますね。いや、生きてるということの、その場所ね、住んで場所におるという、この会社ね、いつまでもあの人がおるという、早とどこか行って、ね、ずっと、ほとんどずっとそこにおるというね。会社で一緒に働いてるというね、ずっとその会社で働いてもらいたいな、あの人がね、早とも退職するというかな。そんな時があるようにも感じますよね。そういうふうにね、なんかおかしなところがありますね。それは余談ですけども、とにかくこれはですね、なんとかしてですね、このクリスチャンというですね、働きをですね、止めようと、キリスト教というのは全世界に広がっている、まあ、始まりですよ、ね、その勢いが今つき始めたということですね。これはもうとんでもない教えである。大体ユダヤ教の人がね、そのユダヤ教のそこらもキリストが分かっていたわけですからね。ユダヤ教の最初の息子って言ったらね、そう思ったんだろうな、だけどそのイエスを信じはしないんだ。イエスをキリスト、イエスを主と、ね、信じるのはクリスチャンなんですけどね。キリスト教とね、いろいろあるんですよね。まあイエス様をね、主
あるいはキリスト、メシア、ね、呼び方があるけど、信じるのはキリスト教なんですね。ところがね、これもまた異端というか、ね、間違った教えにスロッと騙されるんだよ。基本的にはそれなんだけどね、イエスを知るキリストということはね、あんまりね、つながらへんとその、あるいは主とキリストという言葉がね、聖書には書いてあるんだし、この、私たちが読んでる新約聖書にも、ね、書いてあることは書いてある。それを具体的なね、救い主イエス様とあんまりこう直接につながらへんというか、そういうような考え方の中におる人もおるんですね。なかなか話しやくしくて、確かにクリスチャンという人もいっぱい何億というね、クリスチャンと名前だけの人、名前だけのクリスチャンというのも多いですよ。名前だけでもおれば素晴らしいんじゃないかなという考え方もありますけどね、実際のね、信仰を持って本当にイエス様を愛してる、本当に神様を愛してる、そしてなかったら神様に頼ろうというね、イエス・キリストによって明らかにされたイエス信仰ですよ。そういう風に感じていつも思う人ばかりではないんだな。キリスト教も広がって2000年もなってるわけですね。一番先世界で一番でっかい宗教はキリスト教です、ね、だけどそれにもいろいろあるんだからね、その生活の信仰というものがね、生活の中で生きてないとね、信じてる、信じてるって言うんだってね、結婚式と葬式の時の時があるというんだね、日常生活ではあんまりキリスト教、イエス様のことを考えないというのは、そういうのはちょっと問題ですね。やっぱり頼るものはお金であるというね、何だかんだ言ったらね、先立つものが金やというね、多くはその考え方に支配されてますからね。今日朝の NHK のあのなんだ討論会、自民党と参議院選挙が一週間の時にこの終わりはありますからね、政治の話ばっかりやった政策の今旧ここ9つの政治政党があるというややこしくないね、いろんな話してますよ。いや全部誰にどんなお金を出すとかね、税金誰から立てるとかね、大体です経済の話やな。それはまあ大体この世の中はね、まあ先立つものがあれという考え方で支配されてますからね、なんぼね日本の心を大切にするとなんてのはね、おかしい名前の制度が出てますけど、日本の心を大切にする、そんな政党があるかな。日本の心って何ですかって言ったらね、まあいろいろ言う人がおるわね、日本大事に日本人は本を持って尊しとなすというね、尊く大事がいたな、まあそやな、そういう話を言えばね、自衛隊なんかやんっていうのね、憲法にそう書いてるっていう考え方だからな。ところが
国民にはね、みんなも言うとるわけや。食べ物もあれ、ね、そういうふうにね。だけど、ミサイル作ってさ、水爆作ってですね、ぶっ飛ばしてるって、ね、そのことを一生懸命やってるって、ね、そういう国もあるわけや。それで、もう軍隊を持つのは違憲でや、憲法違反でや、どの子が言ってたらね、やっぱりね、その隣の国にね、恐ろしいのが起こったらね、やっぱり国を守らないのだから、うん、そういうことについてね、まだね、うすうすは感じるんだけどね、正面切ってその通り言わないっていうかな、そういうところもあったりして、何を言ってるのかわけがわからんというようなね、政治人の討論がありますけどね、まあ、大体分かってるな、多くの人は分かってるんだ、感じてるんだな、なんとなく感じてはおる。まあそんなんでね、いろいろ政治の問題ではね、やっぱり経済が支配していると、だってお金がなかったら何もできへんやないかと、食べるものはもうあれへん、ね、どないすんねんって言ったらね、もう死ね、ね、死ぬしかないってなってまうもんね、それは考えているんですけどね、うん、よく考えなかったってすぐ分かるわ、うん、日本の政治についてもね、いろいろ言ってますよ、ね、ただ教会の話もね、なんか心の問題ですって、心が美しい心を持ちましょう、お互いに愛しま、愛しましょうなんて言ってんだってね、なんか現実から有利さやがね、うん、世間知らずの、そんな、しゃべることがあるというのね、考え方が多いな。いや、あの、法然イエス教会の牧師はね、あの、けたない人やからね、あの、そんな、あの、学校のなんぼ優等生でも使用率も難しいです。入るのも難しく、出るのも難しい。その学校出た人ではないからね。ないですからね。うん、もう生活の中で苦しんだって。どれ苦しんだかなというような。まあ、まあ、そうだね。あの、まあ、あの、使用者であるって、ね。ですから、多くの教会では話す、されるような話ではないと思いますけどね。だけど大抵の教会はないんちゅうかな。きれい事に終わるような話で、あまりよそのこと言うたらね、よくないけどね、まあ、そんなことに終わってんじゃないかなとは思いますけどね。私たちの教会には、まあ、きれい事の話なんかすいませんよ。ね、おもろにも生活の苦しみも、まあ、やっぱりさあ、お金がなかったら、ね、生活できない、ね。分かってます。十分に分かってます。だけど、そのお金がね、どこから来るのかというね、どうしてその、うん、生きていくのかというかね。そこは何か考えますよな。それは病気をもたらせるものは基本的には悪霊なんだという、この話もあまり教会ではせんな。普通の教会ではその悪霊な話じゃません。ちょっとしたらもうあの先生頭おかしいとかもしれないな。だって聖書に悪霊って書いてあるんだからね。悪霊に探してごらん。悪霊、悪魔。何本ある？何万だろう。神様という言葉、神という言葉と同じほどある。それなんで、なんで話してんの？ね？それはもう、
っぱり問題はそういう話だな、あくまでもね。
そんなこともさせんでもええやないか。そのあ蛇をね、はい、なんとかこう人間は騙すようなことせんようにですね、神様やったら他の可能にされるわけだからね。初めからね、そういうものがね、働かないようにされたらですね、人間みんな幸せになったのにというか、もうこの場合だね。悪魔悪霊をこの世に働くように神様はむしろ悪魔悪霊は喜んで置いておられるんじゃないですか。それは人間というのは本当の意味でね、あの神様というものを必要とする、神様がおられなかったらやっぱりね、私たちは幸せにならないんだというのをね、心から知るために、ね、悪魔や悪霊がね悪さするんですよ。でそれを見逃されたね、そのことによって私たちはねまた強くなるんですよ、ね、それで学ぶんです。いろいろと、いろいろその不幸に不幸の原因になるものは悪魔や悪霊が分かってる。でまあ、分かってるんだってね、もう分からん人もいるでしょ。ね、だけど、基本的に悪魔悪霊が働いて、いろいろな不幸をもたらしてるんですよ。そしてそれを追い出すにはね、まさに祈らないといけないのです。私、イエス・キリストの御名によって追い出さなければ、解決しないんです。ね、そのようにしておられるんです。ところがそれを、ね、人間にね知らせるということはね、これは何とか知らせてはならないとする悪魔な働きがあるわけ。それでああでもないこうでもないって言ってね、みんな、うん、いろんなところに出会いにしてですね、教えというものを受けるわけなんだ。悪魔悪霊が教えてるんだ、悪魔悪霊の知恵なんだということをね悟らされに毎年してるわけや。なんとかこのこういう教えをね悟ってはね、もう俺たちがおる場所がないからね、なんとかこれをねこうあの防がなければならないということでね、もう悪魔悪霊は必死なんですよ。あれだもう12時回ったな、ね、まあ、なぜわからん狭いとするしてる必死で働いてます。もう最後の働きはもう悪魔の活躍する時間はあんまりない、ね、なんとか我が発揮をしております。なんとかね人間をね悪魔の餌食にしようとしてですね、いっぱい働きます。今こそね追い出さなければね、悪霊を追い出さないとね、一生懸命祈ったら悪霊出てくるんですよ。それでそれを続けないとまた次があったらまた入り込むんですよ。だけど祈ってる神が悪魔や悪霊の働きがもうとどまります。そして私たちは強くなります。ね、私が強くなるためにまた悪魔が増える働きがあるんです。そして私たちはね、それに負けないようにね祈る、ね、そういうことを祈るためにそういう悪さをいろいろなことをしてくるんです。牧師の言うことは法伝イエス教会の牧師はね、あれはその間違ったことを教えてるという、ね、
コロナの悪霊がささやいてるかもしれないね。それの間違いであるの、あの先生、あの考えはね、あれはおかしいんだよ。ね、そのようにね、やめられたのに、なんとかまた、悪霊が、なんとか語りかけますね。せやけど、それは悪魔、魂胆であるということを見抜くことが、早く見抜かれることがね、気もしますね。やってるのは、この人の、もう、それの働きについて学んでみました。感謝いたします。このような様々な問題は学校で教えてくれますか、何をし考えないのか、働きやすい勤められる時がありました。いよいよ学校で学校の家庭をする場所がなくなるつつあります。この時代で本当の真理というものを教えられる、イエス様の名によってお祈りします。アーメン。